スイスバレー州のペニンアルプスにある山である。標高は4545 45メートルで、アルプス全体では、モンブラン、モンテローザに次いで第3位である。スイス国内では、モンテローザに次いで2番目の高さであり、山頂が2カ国以上にまたがらない。スイス領内の山の中では、最も高い。ナーデルホルン、デッシュホルン、 レンツ・シュピッツェなどとともにミシャベル三階を形成している。ドイツ語のドームは英語のドームと同一語源で大聖堂を意味する。この三名はこの金棒を初めて測量したバレー州シオン大聖堂のカノンバークトルドにちなんで名付けられた。それ以前はミシャベルと呼ばれていた。これは古いドイツ語の方言で熊手を意味し三階の峰が互いに近くに集まっている様子を クマデに見立てたものである。ドーム山は、南のアルプス山脈の主稜線上にある、シュバルツベルクホルンに始まり、北のディステルホルンまで伸び、シュタルデンの町で終わる稜線の最高地点である。この稜線はすべてフィスプ群内にある。ナーデルホルンから見たドーム山西にマッターダに、東にザースダニがある。西六に、ダンダ、東録にザースフェイの町があり、いずれも、 山頂から約6キロメートルの位置にある。山頂と谷底の標高差は、西側で3 1 5 0ル東側で3 0 0 0ルである。マッター谷川では、ドーム山はほぼ同じ高さのバイスホルンに面しており、ザース谷川では、バイスミースに面している。ドーム山は、ザース谷の最高地点であり、マッター谷では、モンテローザに次いで2番目に高い。ドーム山は、 アルプス山脈の主要線上にないため、山階の西側、東側のいずれの川も、マッタービシュパ川、ザースビシュパ川を通って、同じローヌ川に合流する。ドーム山は、アルプス山脈において、このような特徴を持つ山の中で最も高い山である。ミッシャベル山海には、標高4000メートルを超える、付属峰が多く存在する。ドーム山の北には、レンツシュピッツェ、ナーデルホルン、 ステックナーデルホルン、ホーベルカホルン、デューレンホルンで構成されるナデルグラートがある。ナデルグラートは北から見えやすく、特徴的な熊手のような外観をこの山階に与えている。ドーム山の南にあるデッシュホルンは標高4491メートルで山海で2番目に高く、さらにその南には特徴的な平坦な山頂を持つアルプフーベルがある。 8つの4000メートルを超える山頂がミシャベル山海を構成している。ミシャベル山海にある他の重要なピークにはウルリヒスホルントバルフリンがある。ドーム山には西の肩と東の肩がある。標高3000メートルを超える地域は一般に氷河で覆われている。そのうちの大きなものはナデルグラートのふもとにあるリード氷河と当面下のドーム山自体のふもとにある。 フィー氷河である。初登頂は、1858年9月11日に、ジョン・ルーウェリン・デイビスとガイドによって行われた。彼らはフェスティグラートから登頂した。フィー氷河の上の当面に西料からの初登頂は、1878年4月9日に、e.、E.P. ジャクソンとパーシー W. トーマス及び、米州サンニコラのガイドによって行われた。彼らは西面を横断して、 フェスティグラートに到達してから頂上に到達した。西漁からの完全な登頂は1882年にポールギュスフェルトらによって行われた。西面の直接ルートは1962年に初めて登頂された。高さ1000メートルの東表は1875年に J ペトリュス、A パックル、W パックル、L の T によって登頂された。 南面のルートは、1906年8月に、ジェフリー・ウィズロップ・ヤングとサンニコラのガイド・ジョセフ・クヌーベル、ラによって行われた。ヤングは、2週間前に登った、デッシュホルンの南西面よりも危険だったと語った。1917年6月18日、スキート山の先駆者である、アーノルドランが、ホーベルク氷河でドーム山からの初のスキーによる登場を行った。ありがとうございます。